ここで休憩しよう。やっぱり動かないか。パソコン動かないのか。こうやって叩くと治るって。やめてくださいよ。しっ、お前のためを思って直してやろうとしたのに。壊れてないかな。やった、治ったぞ。あれ、バッテリーがゼロなのに動いてる。おい、みんなこっちに来いよ。工場があるんだ。本当だ。でもこんなところに工場？なんだろう。調べてみるか。行ってみよう。この工場、僕のパソコンが治ったことと関係があるのだろうか。おい、小四郎、工場を調べに行くぞ。はい、今行きます。
Thank you.
手に分かれて調べるのが効率的じゃないでしょうか。そうだな、チームに分けるか。小四郎、メンバーはお前が決めてくれや。僕でいいんですか。ああ、二手に分かれるって提案したのもお前だしな。これで決まりだな。じゃあまたここで落ち合おう。みんな気をつけてね。それじゃあ僕らも進みましょう。はいな。私たちもついていく？大丈夫です。ここはひとまず僕とテントモンだけで調べてみます。そう、じゃあここで待ってるから終わったら教えてね。はい。小四郎たち、やったね。ああ、俺たちも先に進もうぜ。
ってみよう。大丈夫かな。あれ？ロボット？ロボットじゃない、アンドロモンだ。これもデジモンなのか？そう、しかもいいデジモン。今は動いてないみたいだけど。そっか、じゃあ。今までになく生き生きしてますな。謎が解けるかもしれないからね。ここがどこで君たちが何者かとかね。なるほど。わてはどっちも興味おまへんな。そう、小四郎はんは自分が何者かなんて興味ありますか？僕は。ねえあなた、いつになったらあの子に本当のことを。もう少し待とう。今話せば小四郎はショックを受ける。なあ小四郎はん、小四郎はんってば。何？パソコンのモニターがおかしいで。モニターの文字が勝手に動いてる。小四郎はん、デジバイスが。こっちも光り出した。あちあちちちちち、なんや、体が急に熱くなって。テントも大丈夫ですか？まさかこのプログラムのせい。どう？何か分かった？ええ、詳しくは後で話します。ひとまず太一さんと合流しましょう。侵入者遅く。しまった、追いつかれた。
俺たちの出番だ。みんな放って。スパイラルソード。マジカルファイヤー。
また黒い歯車だ。消えた。邪神が落ちた。どうやら元に戻ったようですね。黒い歯車が体内に入り込んだと思ったら。気にすんなって、故障みたいなものなんだから。助けてもらった霊にここから出る方法を教え、地下水道を行くといい。ありがとうアンドロモン。君たちの幸運を祈る。無事元の世界に帰れるよ。Thank you.